めったにしないランキング発表します。この上にいる人たち？ ちょっと慣れてないから、なんて言いたいんだろう。めっちゃ珍しいよ。言わないもんね、普段。言わないもんね。あ、ありがとう、テトリス。こんなに。今日は、稽古をしてきました。で、今回、私の役は、本当に全く性格も違うし、なんかこういう人は見たことあるけど、実際私はそういうことはしたことないな、みたいな役なんですよ。今まで、なんだろうな。今までこういう感情になったこととかあるとか、なんかその、共通できる、共感できるみたいなものをね、自分の中で経験してたら演じやすいっていうか、わかるんだけど、今回ね、全く違うの。だからね、それがね、すごく難しくて、演出家さんにも、まあ、普段の私とは全く違うね、役だからちょっとね、そう、入りづらいというか、作りづらいっていうか、なんかそのね、あとね、その舞台の稽古っていうのがもう1年半ぶり？ 1 年？ 3 ヶ月ぶりくらいなので、なんか舞台っていう、なんていうの、舞台上で演じるっていう感覚？なんだろう。なんかそういうのがちょっと難しくなっちゃって。あれ、どんな感じだったっけ？みたいな。なんかね、変に緊張した。でもやっぱり役者さん、普段役者としてやってる方は皆さん本当にすごいなーって尊敬ですね。そう、あ、まだね、1ヶ月、まあ、切っちゃったけど、1ヶ月あるので、でも初日でなんだ、雰囲気とか、こういう人なんだっていうのを理解できたので、しっかりいい作品をみんなで作っていって、チケットを、買ってね、楽しみに待ってくださっている皆さんに、素敵なものをお届けできるように、頑張ります。体調に気をつけて。チケットが、なんだっけ。水曜日と木曜日以外？完売してました？わかんない。予約のタイミングでは多分そうだと思うんですけど。平日の2日間だけ多分予約できるのかな？今は。今のところ。で、なんか、なんだっけ、千秋楽の S 席のチケットが10秒で売り切れたみたいなことをオンラインお話し会で聞きました。びっくりした。なんか秒で終わっちゃったらしいです。すごい皆さんやっぱ千秋楽っていうね、最後の回でこうね、みんなで一緒に終わるっていう 終わるっていうか、まあ
でも今回私はアドリブ部分があるんですよ。アドリブ？ 毎回多分、まあ、回数重ねていって、そうだね。ちょっと遊べるところがあるので、そこはそうだね。初めてというか、遊べる場所が合ってきたので、ちょっと嬉しい。まあ、とあるシーンなんですけど。でもね、本当に今回のキャラクターはね、一番自分がね、なんかね、こういう人見たことあるけど、自分は、こういう人の気持ちになったことがないから、わからんなーって思って。だからまあ、だからね、ちょっと研究していきたいんですな。そうだからその劇団の方も新たなね、そう 新しい、またね、そう言ってくれたので、期待っていうか、まあ答えられるように。だからまあ私もそうだね、役作りというか、まあ頑張っていきます。キャスト紹介の動画の感じですか？全く別です。逆だと思ってください。まあ、あの時は台本いただいてないし、そう、どういうキャラクターなのかわからなかったので。からね、めっちゃ楽しみ。まあ、皆さんの想像に。あと話は変わるんですけど、スプラトゥーンっていうか、まあ、スイッチのね、フレンドに、まなみちゃんと、大家さん、友達になった。嬉しい。フレンドコード？そう、教えて、そうそう。教えてもらって、そうそう、めっちゃ嬉しかった。ゲームの友達が増えたと思って。なんかいつか、まあ、私最近スプラトゥーンめっちゃやってって、まあ私は初期からやってて、まあ歴は長いけど、なんだっけな、なんか甲子園とか出れたらいいよね。抽選とかだと思うけど。
プラトゥーン甲子園。実際そう、会場っていうか、党会議だっけ、党会議かな、党会議じゃないか。いや、でも見に行ったことある。うん、めっちゃ、うん、すごい熱い。実際もう私もファンとして見に行きました。あるよ、そう、4人組で。でもね、本当に昨日か、昨日本当に楽しい収録を私はしてきて、この AKB 人生の中でみんな絶対喜んでくれることだなと思いました。っていうか、まあ、個人的にもなみんなそうだと思う。なんかみんなじゃないや、私、いや、個人的にはすごい楽しかった。そんなハードル上げて大丈夫？大丈夫。いや、もうね、楽しかった。じゃあ私に聞きたいことありますか？120度変わった。今日も120度です。今日目のメイク数、120度は晩ご飯何でした？きなこ揚げパンとカレーナン半分半分にして食べたのと、おかかのおにぎりと辛いチキンとタコワササラダ。でも今日久しぶりにお菓子を食べてしまったんですよ、もう後悔。でもまあ6時前だからよしとしよう。あと今日炭水化物めっちゃ食べちゃったなって思う。じゃあ私本当にバランスっていうか、まあ食べたいもの食べる、食べたいっていう人間なので、うん、そうだね。なんかタコワサでちょっとそう締めみたいな、うん、お稽古で体力使ったから炭水化物大丈夫だよ。優しい。揚げパン好き。私も揚げパン好き。揚げパン好き。そうだ。2、あ、19と21日
3回公演出ます。みんな、楽しみだね。オンライン話し会の時もたくさん、公演見に行きたいっていう、みんながそう言ってくれたので、みんなに会える機会が3回あるということで、3回？だから、嬉しいですね、3月。ごめんね、また話変わったわ。いつものことです。ねえ、クッキー割ったら当たった。すごい。もう終わっちゃうよね。私はゲットできないってかも。どの場所で見るのがおすすめ？真ん中？真ん中かな？ 何ですか？真ん中が多いかな。でもね、どの場所も行くね。コメント来てる。いや、まあ、嵐もそうだし、嵐の夜にもそうだし、ロッカールームボーイはずっと真ん中だから、真ん中？なので、真ん中がおすすめ。8人バージョンの時だけだもんね。ユニットチェンジ？真ん中ある。バイクね。ササーキット。
ああ、面白い棒。確かにいいと思う、棒で。適当とか思わないでくださいね。はい。私も思った。あと、あれだね。モノボケ。見ました？ 17 ライブ。モノボケ楽しいって思いました。センスはないけど、気持ちはある。楽しみたい気持ちはある。なんかね、そう、千織のね、まあ、アヒルを、千織っぽい、まあ、鳥とかね、鳥のもの、まあ、鳥のか、なんだっけ、なんだっけ、何のかだっけ、鳥のね、そう。よくやってるから、そう、あれをね、千織にしたんだけど、もう私もちょっと言葉が足りなかったな、みたいな。まあ、でも、千織が滑ってたので、まあ、千織で滑って、まあ、いい感じに、まあ、できたかな。面白かったよって本人が言ってくれたので、もうそれだけでちょっともうありがたいですね。優しいですね。ね、千織はもうあれを見ても千織しか出てこなかった。 面白かったよ、モノボケ。やったー。いや、モノボケめっちゃ楽しい。でもね、やっぱもうあの場所に、ほら、やっぱ、いろんなアイテムがあるじゃないですか。まあ、今までいろんな収録を、でね、モノボケ、でも昔の自分は絶対やんなかったと思う。でも、やっぱいろんなバラエティ番組を見て、モノボケをやっている芸人さんとかは、こういう、なんか発想とか、それで笑いを取れるっていうことが、やっぱりすごいなっていう。で、私も挑戦してみたいな、みたいな。好奇心っていうか、そう、だからなんか、ね。
いや、今、いつの間にできるようになったのかは、まあ、そうですね。まあ、いろいろ、ちょっと、まあ、いろいろ、まあ、ありました。ありました。うん。やっぱ、挑戦して、反応してもらう。で、やっぱりこういう、ね、だから自信がつきましたね。やっぱショールームで鍛えられてるね。本当にそれは思う。メンタルは鍛えられた。本当に。あのね、本当にね、でもね、私今年は、動く、だっけ？なんだっけ？今年の目標でも面白くっていうのも目標に入れてたので、いや、今年結構面白いっていう、なんかみんな笑ってくれる時間は去年より多くなったのではと思いました。まだ3月なんだけどね。なんか新しい自分出せたと思う。まあそれだけじゃないんだけど、本当に最近の、まあ、昨日の収録もそうだけど、あのね、なんか気にするようになった。この、何？気にするようになっちゃった。気にするようになった。なんて言ったらいいんだろう。番組の中での、その、番組じゃないけど、なんて言ったらいいの？盛り上がる場所とか、鳥だか。なんか気にするようになっちゃった。なんかそれを客観的に見れるようになった気がする。自分が。で、終わって反省するみたいな。なんかね、なんかね、してる、それ。あの前までは、あ、終わった、収録終わったって思って、別に振り返ることもなく、なんか反省、なんて言ったらいいの？そう。なんかやっぱエンターテインメント？エンタメ？ やっぱり、ね、なんか、公演では本当に楽、なんかもう本当にパフォーマンスを見てほしいし、MC はちょっとあれだけど、エンターテイメント。そう。いや、なんかね、エンタメ？客観的に見れることになりましたね。で、なんかもうスタッフさんとなんか話してる自分がいました。え、あそこ、あの場面は、ああいう流れでよかったですか？みたいな。もうなんかいろんな人の意見を聞くようになりました。メイクさんとか、まあ、マネージャーさんに聞いて、まあ、終わった時に、さっきのあの流れでよかったですか？みたいな。いや、大丈夫だよ。余裕が出てきたのかな。まあでもこれから多分みんなにそういう私を多分、まあね、見ていただけると思うので、ちょっとまたお知らせさせていただきます。
からそう、なんか楽しむことが一番だよね。いやでも今年は本当にみんな多分喜んでくれると思う。今年1年今年、うん、これからも、うん、でもそういう私を見てみんな受け入れてくれるかどうかなんですけど、まあ面白い私も好きになってもらえるように、うん、あと13分だよ、あと13分だよ、みんな早いね。ゆかるは狙ってないときが一番おもろいけどね。ほんとに？でもやっぱ、自分の根っていうのかな、なんか、もうずっとこの10年、10年目にして明るくなった気がする。うん。なんか遠藤しーちゃんにも、まあ、去年のね、最後に会ったのは去年かな、去年、うん、なんか変わったねって言っていただいて、けてからなんか切れたのかな切れたのかでもやっぱ恥を持つのも、なんか恥っていうか、まあでもね、なんかやっぱりせっかくこういう一つ一つの縁っていうか、まあね、つながりがあって私を輝かせてくれる場所っていうか作ってくれて、陰でね頑張ってくださるスタッフさんの皆さんがいて、やっぱり私たちはこう答えなきゃいけないから、そうだね、楽しみつつやっぱり一生懸命どのあれも恥を捨てるっていうのはあれだけど、うん、性格とかもあると思うけど、私はでもうん、変わった気がする、うん、うまく話せなくてごめんなさい。うん、でもなんかその何、客観的に見えるようになったって言ってるけど、私が思ったこととかそういう発言したとかこととか番組とかでね、そういう思ったことは全部本当に心から思って、よし、じゃあこれを言ってみよう、やってみようっていう行動なので、嘘ではないのでみんな私なりの、なんだろう、うん、受け取ってください。
で、終わってから反省会っていうか、そう、どうでしたかみたいなのを、そう、めっちゃ気にするようになったっていう、それを言いたかった。やっぱ AKB ってやっぱそれぞれのね、みんなね、個性がね、でもね、まあ時間は長くなっちゃったかもしれないんですけど、今気づけたことに感謝。過去にはもうね、あれだけど。私はやっぱりすぐにできるタイプではないので 本当にそれは自分が分かってるんですよ。なんか本当にもうみんな見て、どの場所でもそうなんですけど、なんかすごいっていう思うことが本当に多くて、私は本当にすぐにはこう結果とか出せないかもだけど、ゆっくりゆっくり吸収していって、え、私すごいですか？ありがとう。みんなやっぱりすごいって思う、やっぱみんな本当に陰でというかね、頑張って努力してるから。でもそう思う、思って私も刺激をもらえているので、これからも毎日楽しく大事に、はい、生きていきたいですね。もちはない。ごめん、ちょっと甘えちゃうわ。ショールームはもう、ショールームは、あ、閉めてた？よっしゃ。変わったきっかけは何だと思いますか？やっぱ人生は一度きりだと思って、みんなもね、みんなの人生の中に私がいてね、同じ時間を、そうだね、だから辛いこととかあっても、人生一度きりって思ったらなんか乗り越えられる、いつも。まあ切り替えもうまくできてたのかな。花束束束は、花束束束は、花束束、花、花、花束束。やば、今日噛まなかったのに、なんでショールームで噛むと？
レディオスソープさん、ありがとうございます。初めて見ました。ホワイトデーのかな？多分終わってるよね。でもなんかすごい、私の好きな、お花と水色。ありがとうございます。はーい。ありがとうございます。ありがとうございます。順読みしまーす。やばい。ごめんなさい。じゃあ順読みします。13位、ハムさん。ありがとうございます。なんかこれ、私が見てきたみんなのね。はい。久しぶりに読みます。12位、ニッシーさん。ありがとうございます。11位、かっちゃんさん。ありがとうございます。10位、しおのさん。ありがとうございます。9位、たんさん。ありがとうございます。8位、ちょっと待って、声が乾燥し始めた。8位、かっくん0403さん。ありがとうございます。7位、たかちゃん、ツインテール萌えさん。ありがとうございます。6位、よだともさん。ありがとうございます。5位、ジャスティンさん。ありがとうございます。さん、ありがとうございます。3位、あい、うちゃんさん、ありがとうございます。なんだ読むんだっけ。 2位、レディオスソープさん、ありがとうございます。花束束。そして第1位、アトム、アキラさん、ありがとうございます。皆さん、今日は久しぶり、なんか3日だったけど、本当に久しぶりで、楽しかったです。本当に3日間のことを話せた気がします。素敵な時間ありがとうございました。可愛かったです。ありがとう。また配信するときお待ちしてまーす。たくさんパワーもらいました。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。